東京都立梅ヶ丘病院は、かつて、東京都世田谷区松原に存在した病院。設置、運営者は、東京都であり、主に児童精神科診療を行う、精神科病院であった。東京都立、松沢病院分院として、発足、2010年3月、東京都立清瀬小児病院、東京都立八王子小児病院と統合され、 東京都立省に総合医療センターとなったことで閉鎖された。児童、思春期精神疾患の専門病院で治療対象疾患は発達障害権神経障害、精神病権気分障害、接触障害、睡眠障害、チック障害、行為障害、転換、児童虐待などであった。病院内には特別支援学校分教室として東京都立、 青鳥特別支援学校分教室が設置されていた。太平洋戦争末期の1945年3月、斉藤茂吉が経営する私立の精神病院であった青山農病院が東京都に譲渡され、東京都立松沢病院部員として診療を開始した。その後、1948年4月に児童患者の入院受け入れを開始し、 1952年11月に、東京都立梅ヶ丘病院となった。1974年6月には、小児専門病院としての性格が明文化された。1972年4月1日に、梅ヶ丘病院内に都立、青鳥特別支援学校の分教室が設置され、同年6月27日に開け級。 その後も梅ヶ丘病院の改築に合わせて教室が移転し、1985年5月12日上昇、障害児を対象とした学級を開け休していたが、2010年度より東京都立省に総合医療センターに移転し、東京都立久留米特別支援学校府中分、教室の日溜り教室となった。さらに2年後には、久留米特別支援学校と、 公明特別支援学校の統合家庭において、不中文教室は、小児総合医療センターに隣接する東京都立、武蔵大学園に移管された。ひだまり教室について東京都立、久留米特別支援学校久留米特別支援学校、不中文教室遠隔東京都立武蔵大学園公式サイト。ありがとうございます。